今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。ストレートエニアグラムタイプ6の本能のサブタイプ編、やっぱり不安6やっぱり不安の今日はタイプ6のサブタイプ、あの私タイプ6だと思っており、うん、常日々いろんなことに反応し行動しておるわけですけども、うん、書かれていました、うん、よくあのエニアグラムの本を読むと、うん、あの自分のことが書かれているって感想を持つ人が多いと思うんですが、うんうん、もうまさに今日はこれだって感じ、これだって感じで私は今日読んでおりました、うん、というのはこのタイプ6、うん、あのどんなタイプかというと、うん、まあタイプ6は安全への欲求に突き動かされていますと、うんうんうん、で主に、まあ、恐怖症のタイプ6は、うん、恐れを示して承認を求める一方、うん、対抗恐怖のタイプ6は、うん、大胆で恐怖を隠しますと、うんうん、まあ、基本タイプ6はその、まあ、両方とも持ってるっていう話なんですけども、うんうん、なんでその用心深く人がよく依存的で、うんうん、っていうのは、まあ、どうやって恐怖に向かうかなんですけども、うんうん、依存するか、うん、その戦うか隠して戦うか、うんうん、っていうタイプ6ですと、うん、でこのタイプ6というのは、まあ、いつもと同じようにすいません遅れました、うん、エニアグラム実践編と、うん、エニアグラムでパートナー探しからなんですけども、うんうん、これはいいですか、入ってないですよねこれあの僕のバイブルエニアグラムの基礎編です、うん、この辺ただ自体じゃないですか。で、このエニアグラムの、うん、タイプ6というのは、うん、まあ、根源的恐れとして、うん、まあ、支えや導きがないと、うん、自力では生存できないって、うん、子どもの時に感じる、うんうん、感じたのでその、まあね、子どもの時にっていうか今も感じてるんですよねそうですね、まあ、要はパパやママやがいないと生きていけないから、うん、どうやって生きていけばいいんだろうっていう不安を持っている、うんうん、だから今もパパやママの代わりになるような存在だとか、そうですね、そういったものを、そういったジレンマを解決するために、うん、父親的存在と連携しようとしますよと、うんうん、でじゃあその連携先がどこかというのが、うん、この自己保存タイプだと、うん、まあ、快適な環境を作ろうとする、うんうん、性的セクシャルな人だと人と、人に、うん、で社会的ソーシャルだと社会に、社会、人々です、ね、人々にっていうところに、まあ、不安を解消するために、うん、その、まあ、根源的恐れがあって、恐れがあって、でそれを解消するための根源的欲求が、はい、でそれがこういうところですよね。そうですね、こういうところを求める、求める、求める、うん、でこの自己保存タイプ、よく挙げられる、うん、こちらで挙げられているキーワードというのは、うん、責任、機嫌を取ると書かれていました、うん、というのはもうちょっともうディスってますよねイライラしながら書いてたんですけども、まあ、一生懸命に働いて、うん、相互の責任を通じて、うん、要は安全を確立しようとします、うん、要は自分が役に立つっていうことは、うん、人からも同じように報いがあるでしょ、うんうん、っていうふうに思っている、うん、そしてその安心できるパートナーを求めて、うん、まあ、時間をかけて人を観察して、うん、信頼できるかどうか、うん、お父さんになれるかどうかですよね。そう、自分の味方かどうかっていうのを時間をかけて確認しますと、うん、でなんでこの組織の中でっていうタイプ6の中で一番タイプ6っぽい、うんうんうん、この家庭に気にかけて生活の安定を維持することに関心を持って、うんうん、例えばその支払いですとか、うん、税金とか保険とか、うん、要はこの快適な環境を保つための努力を一生懸命しますと、うん、守るためですね、守るため、家を守るため、はい、うん、なんかその日本でその保険っていうのが発展しているのは、うん、保険大国ですね。保険そうなんですね、もともと保険で保険の仕事もされていて、うん、保険大国です。日本が多分一番保険加入率が高いって言われてますからね。し、まあ、様々なところに保険が かけることができるし、うんうん、守ることができる。そもそも健康保険、健康保険もう日本人みんな入るじゃないですか、入ってるじゃないですか、はいはいはい、まあ、入ってない人もいるかもしれないけど、まあ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 、
まあ、法律で入りなさいで決まってるじゃないですか、はい、で海外そういうのなかったりしますよね。まあ、そうですね、うん、なんでその些細なことを気にかけて最悪の事態を常に考えています、うんうんうん、なんでよくあの危険察知能力が高いってタイプ6は言われますけど、うん、で基本倹約家で財政的なことに気を病んでいます、うんうん、でこの方が、まあ、健全度が落ちていくと、うん、まあ、極めて依存的でパニックに陥りやすいと、うんうん、要はそのもう支えがないことを恐れて、うんうん、もう自分を痛めつける状況、例えば自分を痛めつける状況っていうのは、うん、そのもう超ブラック企業でも、うん、もう支えがないと生きていけないんだから、うん、ここでいいんだとか、うんうん、もう何回どんだけ徹夜しても、うん、僕は働かないとダメだとか、うん、そこの会社に見捨てられたら困るみたいな思い、僕は終わりだっていう、うん、自分を痛めつける状況でも、うん、そこにすがってしまう、うん、それ分かります、感覚的に、うん、なんて言ったらその辞めにくいとか、あ、うん、履歴書に傷ついたらどうしようとか、うん、じゃあ辞めるってなった、うん、会社都合って、うんうん、会社都合でいいって言われたよ、うん、自己都合でもいいって言われたよ、うん、どっちが得なんだ、うん、別になんか、うん、どっちでもいいじゃないですかっていう人は言うと思うんですよ、うんうん、僕今でもちょっと悩みますからね、多分、うん、会社都合、うん、自己都合、うんうん、こっちだと保険すぐもらえるけど、うん、次の会社でいちいち説明しないといけない、うん、自己都合だと3ヶ月後だ、うん、僕だったら、あ、こっちが早くもらえるからこっちにしようっていう、要はっていうのを、うん、多分気に病むんですよ僕は、うんうん、だからすごいわかります、うん、でもこの人は誰かに腹を立てている時でさえ、うん、誠意を示さずにはいられない。なんかブラック企業でも会社がとか言っときながらも反抗心はありながらも一応まあやります。だからやってしまうんです。ちゃんと給料もらってるしみたいな。そう。なんで最近、うん、そのヤフーのニュースで上がったのが、うん、その残業への考え方で、うん、いや俺たちは残業したいからやってるんだから、うん、いいじゃねえかよ、うんうん。残業することで文句言うなよ。うんっていう意見も出ました。それは、うん、とどの立場の人ですか。残業してる人です。残業してる人、働いてる人、うん、いや、うん、超過労働をしたくてしてるなと、うん、っていう声が上がったんです、うんうん、で多分それを見た時に、うん、あ、なんかこの人たち、この多分したくてしてる人と、はい、したくなくてしてる人がいる。そうですね。そうで僕の中では、うん、でもまあどっちも分かるんですよね。で僕の中でしたくてするって時はお金が欲しい、はいはい、からしたくてする。でもお金は変わらないわけじゃないですか、うん、社会人要はサラリーマンである以上。残業代じゃなくて、あ、そうか、大きい企業は残業代が出るんです。出ます。ごめんなさい、僕はあの小企業なので残業っていう残業代っていう概念はないんですね。そうそうそう。なのでもうバッて来た仕事はやるしかないんですよ、うんうんうん、でそれはまあやりたくてやってるって言われると、うん、まあなんていうんだろう、そうだよなとも思うんです。うん、だからやりたくなかったらやめたらいいじゃんって話ですか。でもやめるのは不安なんですよ、うん、次いや僕45歳ですし、うん、あ、もう次見つからないじゃん、見つからなかったらどうしよう、うんうん、じゃあフリーに、いや仕事が来なかったらどうしよう。まあでもその不安は僕もあったりしますけどね。っていうのが多分でも人一倍強いんだろうなっていうのは思います。だからもうブラックでも働き続ける人がいるよ、うんうん、例えばよくなんか大きい D2 っていうところで、うん、あの女性が死んだっていう事件があるじゃないですか。 D2? あの、まあ、広告大手広告代理店の D2 でっていう人も、うん、要は周りから見ればね、うん、それ辞めればいいじゃん、辞めればいいじゃんっていう話なんだけども、わかります。あ、まあそのハマってしまったんだなって、まあでもやめられないのも、あ、やめられないんだろうなっていうのもわかります。なんでその要はもう支えっていうのがちょっとここら辺が感じたところでした、うんうん、本当かどうかわかり、その人がどうかっていうのはわかりません、うん、まあでもそうやって自殺をする、自殺を選んだってことは、はいはい、まあやめられなかったんだと思いますけどね。でもそんなに大事なことってちょっと思ってしまうんですよね、うん、命よりも。あ、僕は思いますよ。1年ぐらいだったらやめたらいい、はいはい、なんで、まあ、そこがとらわれていくと楽観なので、僕の場合楽観なので、あ、はい、まあ、やめてもなんとかなるよっていう思いが強いんで、なんでまあ、うん、ちょっと手放しましょうと思いました、うん、まあそうです、はい、で、性的、
毒の性的は力とつながりのシンボル、うん、強さと美しさっていうのが、うん、かっこいいじゃないですかここちょっと褒められてる気がします。かっこいいですよというのはこの人は、うん、その人と、うん、いや性的セクシャルっていうのは、うん、人ととか体験、うん、強烈な体験とのつながりを求めるんですけども、うんうん、でも基本は恐怖不安への対抗なので、うん、その安心感を得るために、うん、例えば体力がある人は体力、うんうん、能力がある人は能力、うん、っていうその身体的な魅力を発達させるんです、うんうん、なので頭がいい人は超頭がよく、うん、で、まあ、そこを磨こうとするってことですよね、はい、でそれは力やタフな態度を頼りにしようとするところでそこを磨いていくんです、うんうん、なのでこの人たちは体力的なところを磨いた人はタイプ8に見えることもあるよと、うんうんうん、で、まあ、別のやり方として、うん、その性的な部分、うん、コケティッチュな魅力を磨いて、うんうん、まあ、人の構えを解いてサポートを得ようとする、うんうん、っていうのはタイプ4に見えることもあるよと、うんうん、なんでそのでもこれは全てが安心感を得るため、うんうん、いやその特別な人に見られたいとかじゃなくて、まあ、ポンポン安心感を得てサポートを得るために、うん、だからそこになりきってるわけですよね。そうですね、うん、でどんどん磨くっていうところです。で自らの身体的な特徴をすごい意識していますと、うんうん、なんでよくスポーツジムとかに行くとかっていうのはあるんですけども、うんうん、これは健康になりたいっていうことじゃなくて、うんうん、自分の強さや魅力を高める、うんうん、それはタフな、うんうん、タフに見えるようにするとか、うんうん、で受け入れてもらいたいってことですか、ね、そうですね、うん、あ、まあ、受け入れてもらう、その認めてもらうとか、認めてもらう、はい、なんでそのこの人たちがこの不安を感じている時っていうのは権威に対してあからさまに挑発的だと、うんうん、挑戦的だと、うん、そのまあ、人や自分自身を疑うと、うんうん、なんでできるんだろうかって思いながらも反抗するんですね、うんうん、なんでその感情的にバカーンって爆発することも多いよと、うんうんうん、で、まあ、様々な形で人の足を引っ張ったり評判を落とそうとすると、うんうんうん、わかるって自分相対的に自分の位置を高めようとするで、まあ、このコントロールしようとするっていうのも、うんまあ、健全度が低い8、うん、空気をコントロールしようとする、うんまあ、この人たちは8の人は多分上がろう自分が上がることでコントロールしようとするんですけども、うん、この人たちは周りを引っ張って自分が相対的に相対的に上がろうとで、まあ、そのコントロールしようとする様は、うんまあ、8に見えることもあるよって、うんうん、なんで私そのまあ、エニアグラムのセミナーで、うん、あの8か6か迷ったって言われたんですよ。なるほどなと。この辺ですね。この辺ですねって。なんでその自分は、まあ、その三方一両損っていうのがまあ落語にあるんですけど、うん、要はみんなが損してるならそれでいいだろ、我慢しろよ、うんうん、っていうのを、うん、家庭ではそういう制度ですっていう話をしたんですね。要は、まあ、あの同居してるんですけど、うんうん、まあ同居してるっていうのは親と、うん、親と、まあ、自分の嫁と同居させてるんですけど、うんうんまあ、同居なしでっていう条件で結婚したにもかかわらず同居してると、うん、でも嫁にはいろいろ文句は言われるんですけども、うん、いや親は親で我慢してんだ、うん、で俺はじゃあ言うことは全部聞くと、うん、みんな損してみんなそうみんな我慢してるだろってだから我慢しろよっていうのを制度として引いてるんですね、うんうん、っていう話をまあその場でしたんですけど、うんそれを見られて、まあ、蜂っぽく見られたっていうのはあります、うんうんうん、なんで、あ、分かるとか思いながら、うんうんまあ、でも6でもそうやって思うってことですよね。そうですね、うん、あのいやどうコントロールするかっていう、うんうんうんまあ、この健全度が下がった時って、はい、どのタイプでも人をどうコントロールするかですからね。まあそうですよね。有利タイプの人は有利してコントロールしようとする、はいはいはい、っていう、はい、ところなので、はい、まあ、下がってくると多分どのタイプも、あ、でもこれは書きながらね、苦しい苦しいって苦しいと思いながら書いてました。うんうん、で、社会的ソーシャル、うんうん、これはあの多分私が一番強いところなんですけども、うんうん、あ、興味ないですね、すいませんタイプ6のソーシャルは、友人や支援者の励ましや支えを求めて不安に対応しようとしますよと、うんうんうんまあ、これも6っぽいですよね。そうですね。で、まあ、フレンドリーな雰囲気で絆を作って、うんうん、温かさ、ユーモアっていうところで
人の構えを解こうとします、うんうんうん、この人は自分を強くすることで人の構えを解くんですけど、この人はフレンドリーに、で、まあ、往々にして自分を笑いの種にしますよ。しますね、しますよね。もうよくコメント欄見てくださいみたいな、すごい自嘲的なことを言ってハゲだとか、そう毎回なんか入ってくるってい う, 笑いのネタに、はい、でまあここのそのまあ温かさユーモアっていうところで、うん、まあ、この部分でタイプ2にも見えることがあるよと、うんうん、でまあ自分がその場に適合しているかを常に気にかけて、うんうん、所属しているところの安全のために大きな犠牲を払おうとする、うんうん、所属しているところの安全っていうのは、まあ要は組織の安全、組織の安全、まあ、組織がいかに長く持つかのために、うんうんうん、なんでまあちょっと自己保存にもあるんですけども、うんうん、そのために一生懸命に働きますと、うん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 、うん、は分かると思ってで、まあ、あ、まあ、会社のためにた、会社のためにっていう、うん、で手順や手続きを遵守、うん、義務や契約に安心を求めると、うんうん、なんでこの手続きや手順を遵守するっていうのは、うん、時にタイプ1に見えるようになるよっていうことが書いてあったんですけども、うんうん、タイプ1とは基本的にまた根本的なものは違っていて、まあそうですね、こういう人たちは安心のため、うん、いやこうやってやれば安全だよって言われてるから、うんうん、とかその組織が求めてるからそうやってルールですってなってるからやればいいんでしょ、うんうん、いつの場合はそう、そのルールが正しいかどうかですからね、まあ、正しければ徹底的に守るし、うんうん、正しくないと思ったらこっち的には合理的でしょっていつの人は思えば全然破る、うんうん、破るしこっちのルールを推奨してきますよ。あなるほどね、そのルールはちょっと合理性に欠けるとか言ってこっちのルールの方がってタイプ6だと、うん、こっちの方が正しいと思っても、うん、ルールですって言われたら、うん、分かりました、分かりました分かりましたなんだよなっていうところがあります、うん、で、まあ、人やグループのために相当な努力を払うことができる、うん、けども、うん、自分自身の成功とか成長のために働くっていうのは、うん、やっぱりその人の反応が気になったり、うん、自らの優柔不断であったり、うん、じゃあそのグループ内での、うん、なんていうんだろう、葛藤感情に足気にしてしまって、うんうん、自分のためにっていうのはなかなか考えづらいんです、ね、うんうん、なのでそういったプレッシャーや過労なストレス下では、うん、まあ、否定的とか悲観的になったりしますよなんでよくこの場で、まあ、ここでこの動画を上げる時 も、うん、もう全然上がらないですと、うん、どうしましょうって、もうやめましょうかみたいなことを僕はよく言います、うんうん、でも大丈夫です、大丈夫です、これからこうだからみたいな、そうですかね、そうですかねって言いながら、うん、一生懸命なんか編集してこうですこうですってやりながら働いてます、うん、っていう、多分僕はなんで、ここと社会的性的なところで多分自分は強いんだろうなっていうのはちょっと感じています、うんうん、でもどれも分かる感じなんですよね、どれも分かりますね、うん、基本、うん、本能のサブタイプというのは全て持っている、全て持ってるというか、まあ、バランスなので、はい、バランスが大事なんですよね。そう、バランスが大事で、はい、何か一つ欠落してることもあったりはするので、そう、盲点という盲点、はい、なので、まあ、自己保存が盲点に入ってると、はい、こう自分の安心安全みたいなところ、まあ、安心安全を求める6からしてみたら4パーフェクトコントロールパーフェクトコントロールなんかここがモーデに入ってても、はい、そこそこ安心安全を求めてるとは思うんですけど、はいはい、なんでこう自己保存が欠けるとその食べ物に無頓着になったり、うん、その、うん、着るものが無頓着になったりっていうところですよね、うんうん、なんでここは全てそのバランスよく盲点がないように気をつけましょうねっていう、そうそうそう、だから太ってた時とかこのは多分まあ、うん、全然食べ物に対してはもう、うん、いつ何を食べてもいいみたいなところで、うんうんうん、全然欠けてたと思います、うん、でそこに目を向ける、うん、要は家の片付けから始めると痩せるって僕は思ってるんですけど、うんうん、要は自分に目を向けると急に痩せ始めましたね、うんうん、はい、っていうのはあります、うん、っていうこの本能のサブタイプ、サブタイプ基本、まあ、今この、うん、で僕がここで喋ってて思ったのは、うん、あ、一生懸命僕はこれ人をはめようとしているって思ってしまったんですよ。人っていうか自分を、ここのあ、こうだよね、あ、うん、確かにこうだ、うんうんうん、で安心してしまうところもあって、うん、でもそれは
違うんですよね。あ、そう。基本はこの型から抜けていきましょう。抜けていきましょうっていうのがエニアグラムの目的ですもんね。うんうん、そう。なので健全度の説明をするときに、はい、健全度が上がれば上がるほどタイプの特徴がなくなっていく。はい、で下がるスプは下がるほどそのタイプの特徴が色濃く出る。はい、だから6だったら不安がどん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 強くなる。はい、で上がれば不安がどん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 解放されていくみたいな、解消されていく。なんで、うん、僕の習ってる人から言わせると、うんうん、あの、まあ、体調もあれなんですけど、うん、タイプなんて何でもいいんですよ。そう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 。っていう考え方、何それと思って。そう、だからあんまり こだわっちゃいけない。はい、自分が6だから6だから。で、まあ、6から抜けていくっていう方に。そうですね。だから6だから不安なんだ、うん、考えれないんだって落ち込むんじゃなくて、うん、そう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 。まあ、知った上で手放しましょうと、うん、そう、はい、で多分能力的にはどのタイプだから高いとかないんですよ。そうなんですよ。自分がやった勉強した数とか運動した数に比例してるだけですよね。比例してるだけなんで、はい、こう6だから頭悪いとか9だから頭悪いとか7だから頭がいいとかっていうのはない。器用だとかって言ってるわけじゃないんですよね。 そ,、うん、はい、そこに時間を費やしたかどうかですよね、はい、頭がいいとかスキルが高いとかっていうのは、はい、なのでその不安を手放して成長していこうと思ったら何かをしたらいい、はい、うん、基本エニアグラムは基本あの丸くなるって言いますもんね、うん、欠けた部分がなくなる、欠けた部分健全度が高いと、うん、みんなどのタイプにも見える。そう、だから本当に健全度が上がってしまうとどのタイプか分かんないみたいな。そう、迷っている人健全度が高いかもしれない。あでそこを目指しましょうってことですよね。そこを目指しましょう、うん、猛省っていうこの自分のところも今ちょっと往々にして自分を笑いの種にするっていうのが出てるなと思いながら、うんうん、なんかまあいいところを伸ばして補っていけばいいのかな。そうですね、うん、はい、で次はタイプ7の説明をさせていただきたい、うん、人気のタイプ7、はい、また羨ましいなと思いながらやると思いますけども、はい、3とかこの人すごいって書いてましたもんね。これを書きながらもうつまんねえなと思いながらディスってるわけじゃない、ディスってるわけじゃない、はい、うん、でございます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。